はい、急に何なんですかって、まあ皆さん思ったと思います。めっちゃ噛んだ。はい、皆さんこんにちは。車の大事典カッパシルピーです。もう12月ですね。年末ですよ、年末。急にね、何の話と思われたと思います。特にこれといって話のつながりはないんだけども、今まで洗車用品をいろいろ紹介してきましたよね、僕。その中でもやっぱりこれは外さないなみたいなやつがあるんですよ。それをね、ここで一つね、紹介したいなと思います。それがこちら、ホルツのブラックショックという未塗装樹脂に使うコーティング剤。1年以上前に施工したのにもかかわらず、まだね、黒い。未施工箇所との差がね、すごいはっきり出ているんですよ。で、これ自体はね、耐久6ヶ月以上って書いてあるんですけど、もう施工して1年と2、3ヶ月かな。それぐらい経っています。で、まあ一旦は過去にね、一回施工動画をやったんだけども、1年2、3ヶ月後の未塗装樹脂の施工部分と未施工箇所との比較をね、ちょっと見ていただきたいなと思います。はい、外にやってきました。これ言われなくても分かると思います。この部分です。これね、僕が施工したんではなく、去年2019年に幕張メッセだったかな、DIY ショーっていうイベントが開催されたんですよ。その時に初めてライブ配信みたいなのやって、シュアラスターのトークショーに出てたんだけど、実はそのシュアラスターの斜め向かいの方にホルツブースがあって、この車両を展示してたんですよ。その時にホルツの方が施工した箇所ね、これ。これがまあ去年の8月末かなって考えると、もう1年2ヶ月3ヶ月ぐらい経つのか。でもこの差で、僕が施工した箇所もあるんですよ。一応ここですね。ここ僕施工しました。で、ここはね、分かんない、ホルツの人が塗ったのかな。動画見直したんだけど、ここは僕塗ってなかったです。その動画公開したのが7月13日、イベントより1ヶ月以上前が、ここ。すごいでしょ。ここも未施工かな。これ以外にもいろんなね、未塗装樹脂に使えるこの復活剤みたいのを使ってきて、10ヶ月前かな、今年の1月23日に公開してるもので、ソフト99の救急工房を戻したいの未塗装樹脂復活剤ってやつを使ったんだけど、それがね、ディアなんですよ。この部分ですね。まだね、黒っぽいですよ。ここは未施工箇所、ここもそうですね。未施工箇所にこっちがソフト99の未塗装樹脂復活剤を使ったところですね。けど、まだ若干ね、戻ってきたかな、どうかなっていう感じがするんですよ。で、違いとしたら、こっちの方が今のところ落ち着いたマットみたいな感じ。それに比べて、ここね、これはホルツのブラックショック。ちょっとね、洗ってなくて申し訳ないんだけど、ここはどちらかというとちょっとツヤのあるような感じで、まだまだくっきり差が出ています。で、これもちょっとみっともないなと思うので、ブラックショックを再施工しようかなと思います。その時にね、ここの差なんかどうなるんだろうってちょっと不安なとこあるんだけど、一旦ちょっと洗車をしてから再施工って感じですね。とりあえずざっくり洗い終えました。シャンプー洗車をしただけ。すごいのがね、撥水力っていうのかな。ちょっと一回水かけてみますね。わかる？この違い、1年数ヶ月経ってますからね。すごいよ。ちょっと一応ソフト99の方も見ておきます。まあ、水はじきが耐久性にね、関係してるかどうかわからないんだけども、こんな感じ。まあ、ソフト99、未施工箇所と比べると撥水はしてるけど、まあ、ブラックショックの方がバチバチ系だったかなという感じですね。で、ちなみに言っておかないといけないのが、この部分ね、すごい真っ白だったんですよ。で、現状ちょっと濡れてるからあれなんだけど、ここはね、そんな効果がなかった。もうちょっとね、白っぽくなってきちゃってるんですよ。この差は何なんだろうって感じですね。はい、そしたら一通りマスキングの方終わりました。この作業が一番ね、疲れるね。だから、まあ外せるんだったら外しちゃった方が楽かもしれないけど、今回はまあ一応外さずにマスキングテープでボディの方を保護しました。で、これはその未塗装樹脂用のコーティング剤がつかないようにするため。
そしたら、まあ、水戸掃除紙の部分を洗車の王国モールクリーン、これで洗っていきます。これも過去に動画にしているので、気になる方は過去の動画をご覧ください。はい、そしたら掃除が終わりました。あとはこれも洗車の王国のワックスオフ脱脂剤ですね。これ一応脱脂しておきます。よし、 OK。 そしたら施工していきます。使い方は簡単です。この液剤、これを付属のスポンジにつけて塗る。で、塗ったら乾燥する前に付属のクロス、これで全体的にムラをなくしていくっていうだけです。簡単。よし、塗っていこう。出てきました。こういった感じですね。で、こうムラをなくしていく。よし、いい感じ。としてはね、この拭き取りの時ゴシゴシ拭き取るんではなく、こうゆっくりこうさーっとこう拭いていくような感じ。あんまゴシゴシやるとちょっとムラっぽくなっちゃうかも。絶対ムラにならないっていうわけではないんですよ。薄いところと濃いところがムラになりやすいので、その辺はねちょっと注意が必要ですね。はい、そしたらちょっと暗くなっちゃったんだけども、施工の方終わりました。綺麗になりましたね。今までは途中途中っていうか、施工箇所未施工箇所を残すために半分ずつ施工してたんだけど、今回全て施工しましたと。あとは1時間ぐらい触れないのかな。水とかは24時間丸1日置いとかないといけないという状態です。とりあえず現状はこいつが一番いいかな。注意点としては、汚れてる箇所、最初にモールクリーンとかで洗ったりしたんだけども、汚れてる箇所とかがあると最初こう濡れてても白っぽく後からなってきちゃうので、その辺は注意が必要かな。あと極端に劣化してるところはなんかちょっと吸うね、液剤を吸っちゃう、だからそのちょっとムラっぽくね見えたりすることがあります。そしたらまあ何回かちょっとつけてあげる方がいいかな。 OK。はい、といった感じで動画の方以上になります。今回はホルツのブラックショックですね。過去に紹介したやつなんだけども、1年ちょい経ってもこれほどツヤが出ていますよっていうのをお見せしたくて、結局ね、まあいろいろ紹介してても何がいいのっていう話になってくるので、今んとこね、水戸掃除紙への効果がめちゃめちゃ持続するものって言ったら僕の中ではブラックショックけど、いいことだけじゃないんですよ。やっぱツヤ感があるっていうのかな。1年ちょっと経った映像を見た時にツヤはねある程度引いてたと思うんだけど、施工直後っていうのはツヤ感がね結構出る。で、1年ちょっと経ってもツヤが引いた状態でもマット系の色ではないんですよ。ツヤは落ち着いてるんだけどツヤ感のある、これねちょっと難しいね。だからマットな感じがいいっていう人にはちょっと向いていないかなと思います。まあここに耐久6ヶ月以上って書いてあるんですが、それ以上の効果がありますっていうのと、ツヤがねちょっと出るのでムラになりやすい。なんかまあ何回も施工して拭くって感じがいいかな。今回ミニ1台で3分の2ぐらい使ったかな。だけどまだちょっと残っています。で、まあやりきれてない部分はなくはないね。ステップの部分開けたところまでちょっとやりたいので、それは残ってる、これでやったり、あと明るいうちにもう一回見てちょっとムラがあるようだったらもう一回ちょっとやろうかなとは思っています。とりあえず気になる方は購入してみてください。で、あとね、水戸掃除紙に使える洗車用品で気になってるのがワコーズのスーパーハーザー。これね、まあ高いんですよ。このブラックショックは1000円ちょいなんだけど、スーパーハードってやつは7000円近い。だからちょっと躊躇してるけど、結構ね評価がいいんですよ。皆さん使ってみてくださいって言われてるんだけど、ここまで来たらちょっと比較したいので買おうかなとは思っています。あとカーメイトの700、800円で買えるやつもめちゃめちゃいいっていうのを聞いたので、それもまあ買おうかななんて思ってます。はい、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。あ